吉澤淳平は、元ショートトラック選手、現在は、競輪選手。長野県南作郡南木村出身。南木村立南木中学校、山梨学院大学附属高等学校、山梨学院大学を経て、トランフグ帝に所属していた。2004年2007年2009年2010年2011年1月14日、日本競輪学校第101回生入学試験に、 合格。同好在校在公共総成績は21勝を挙げ第4位。卒業後の2012年5月1日に、日本競輪選手会茨城支部所属の競輪選手として登録され、同じくスケート出身の武田豊樹が師匠となる。7月13日に松戸競輪場でデビューしに着、初勝利は翌14日の同場。 同年11月21日の宇都宮競輪場で A 級チャレンジ3場所連続完全優勝を果たし A 級2班に特別昇級した2013年のルーキーチャンピオンレースで優勝2014年にはヤンググランプリ2014のメンバーとして選出されていたがその後落ち車して負傷し欠場を余儀なくされた2018年2月 第33回読売新聞社杯全日本選抜競輪で GI 初決勝進出。2019年2月、第34回読売新聞社杯全日本選抜競輪で GI 決勝進出3着。ありがとうございます。